どもどもけんぴです。聞いてください。聞いて驚いてください。案件です。そして、なんと、肉の案件です。いいね。いや、嬉しい。いろんな因果関係とかいろいろあるとは思うんですが、でも本当に、私、肉、マジで好きなんで超嬉しいです。嬉しいな。ということで、ちょっと今回は気合い入れて、バーベキューセットをですね、この辺にバババと用意しまして、炭だったり、あと本格的な網とかなんか、いろいろね、用意したんで、まず火を起こすところから、完璧にやって、完璧な、今回いただいた肉をですね、美味しくいただきたいと思います。では頑張ります。とサウスウィング、ノースウィング、オーブングリル、イーストウィング、ウエストウィング、英語は分からないのでここは省略します。合ってるかな、分からないけど、ケンピ流で頑張ります。はい、君これを並べると、うわー、なんでこんな服で来たんでしょう私。はい、ちょっとこの網を当てて、なるほどなるほどなるほど、あーなるほどね、はい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 、全部積み上げる。めっちゃあるけど。どうしよう。着火剤に火をつけないといけないらしいんだが、着火剤が見えないので一回崩します。こんにちは、どこですか、こうだっけ、アドバイスです、いいっす、多分その、はい、つけた後に山に捨てるっていうので、うん、塩は危ないんで昆布使ってもいいです。おお、賢い賢い、そうだった、人類は武器を手にしたんだった、えいはい、あつつつのつ、あつつのつ、あついね、あつ、おー、ついたかな、あ、燃えた燃えた燃えたよ、うん、できた、これで20分いいのかな、放置します。ということで、火を起こしてる間に持ってきました、お家でマジ牛タンという、こちらのなんと一層、牛タンです。いいね。ここに手元には、ちょっと今3パックしか持ってきてないんですが、向こうに、無限にあります。こちら塩味、そしてこちらが、2020年7月に発売されたばかりの味噌味でございます。この2つを紹介したいと思います。結構、見ればわかるんですけど、真空パックで、冷凍保存されてるってことで1年ぐらい結構持つ牛タンで、あとはオンラインショップでも買えるということで、全国どこでも、仙台の名物の牛タンが楽しめます。はい、でこれからの季節はね、バーベキューも始まるんで、今回やるように炭火焼きも結構いいんじゃないかなと思います。マジでもう早く食べたいです。で、1パックに10から20枚入ってます。美味しそうです。あとは2パック以上は注文で送料が無料になります。で、4パック買うと1パックおまけでついてくる、なんてこったい。そして今回合わせ調味料としてこちらの南蛮味噌漬けっていうのがマジで美味しいから、マジで一緒に食べてくれって感じらしいので、後で一緒に食べます。お腹が空きました。そう、現在16時でございますが、本日なんと私水しか入れてないんですね、お腹に早く食べてい
はい、そして今回こちらの新発売の味噌味なんですけれども、こちらの味噌味が、なかなか推し牛タンらしいでございます。発酵食品味噌によりさらにお肉に旨味が染み込んでいるらしいです。味噌は老化を防ぎ美肌効果もあると。女性もウハウハですね。はい、こんな感じです。早く食べたい。はい、じゃあ、20分経過したんで次の段階に入っていこうと思います。多分逆に行った方が安全かも。確かに賢い。ちょっと潰す。よいしょ。いいっすね。なんかこんな風にバーベキューに行く青春なかったんで楽しいっす。火起こしだけで。あら、こんにちは。ちびっ子が来た。何？あ、くれるの？ありがとう。もらう。いいよ。ありがとうね。ありがとう。食べる。バイバイ。ありがとうね。楽しんでね。うん。頑張るね。また今度ね。うん。もらったや。あとはパタパタ5分間する。オッケー、任せて。5分間。ちょっと待って、5分間やる前に検品を運ばないと検品がやっていけない。頑張ります。出汁にはもらったチップスターがある。頑張れる。もうそれだけで頑張れる。あ、ごめんなさい。よし、では、網に結構いい感じに色もついてきたんでこれで完成としようと思います。お、できた。あとは焼くだけ。さあ焼こう。よし、ダン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 。どれでしょうかな。超お腹すいた。はい、ということでお肉開けてきました。はい、この厚さ見てください。こちらおうち牛タンの、塩味ですね。原点にして頂点ということでこちら焼いていこうと思います。よいしょ。はい、煙いいけど、いやー、ジューって音する。お腹がすいた。あ、めっちゃ汗かいた。よし。あいつ牛タンってどんぐらい焼くのがいいんだろうな。あ、そうだ、おいしい焼き方動画っていうのがあるって私聞いたんだった。おいしい焼き方動画を見てきていいですか。あるらしいんですよ、牛タンの正しい焼き方。ちょっと見ます。はい、焼き方をバチバチに見てきました。ところ、とりあえず、表面をまず焼くと。で、焼き色がついたら普通に裏返してもらって、まだまだですね、まあ、それでですね、硬くなっちゃうと美味しくないんでそこはもうちょっと頑張ってて。あ、一個焦げちゃった。やばいやばい、下手くそだ。いや、うわ、めっちゃ美味しそうな匂いする。で、あとは火がちょっと通ってないなってやつを中央に、あっつ持っていくと。はい、ちょっとじゃあ我慢できないんで先にいただこうと思います。うまそう。うん、
これ女性の方は切ってって書いてありました。そういえば髪型すごいですよ。で美味しいです。ただ切った方がいい。ちょっと切ってくる。うまっ。切ってきました。これでちょっといただこうと思います。うん、南蛮味噌漬けってやつと食べるとめちゃうまいと書いてあったので南蛮味噌漬けを出してきました。これですね。合わせて販売してるのでぜひ、はい、ということで食べていこうと思います。こうして一緒に、ご飯が進みます。白飯が欲しい。唐辛子かな、青唐辛子かな、と味噌で辛いもの好きの人にはたまらないです。で私は辛いものが超好きです。うん、どうしましょう。ちょっと女性っぽく可愛らしく可愛らしい女の子のキャンプみたいに撮れない。ちょっとおっさんっぽくなっちゃった。でも絵変わんないんで閉めます。すいません。あ、ちなみに今塩味食べてるんですけど、他にも味噌味とあと醤油味があるらしいので、よければぜひ見てみてください。はい、またオンラインショップで購入できるそうです。見てね。終わり。食べていいですか。うっす。うん、もうみんなお腹ペコペコなんで、もうね、残りも食べましょう、みんなで。はい、ということで締めようと思います。食べてきます。バイバイ。食べよう。あるの、あ、うん、よし。落ち着いて、はい、あ、はい、よいしょ。